間違いなく一歩前進だね。日本政府使用のフロッピーディスクに宣々布告した河野太郎デジタル担当大臣の構想が話題に。日本で新たに就任した河野太郎デジタル担当大臣は、政府が約1900種類の業務申請書などの提出媒体として未だに要求しているフロッピーディスクなどの時代遅れのメディアに宣々布告すると記者会見で構想を発表しました。これまで法的な問題からクラウドデータストレージへの近代化が阻まれており、日本の役所では一般市民や企業からの提出物を受け付けるのに CD やミニディスク、フロッピーディスクを使うことが多かったのですが、今後は情報提供のプロセスをオンライン化することで手続きの近代化を目指すのだそうです。日本がハンコに頼り電子メールの代わりにファックスを使用していることについても発言した河野大臣は、年内にそれらの問題を解決する方法を発表する予定であることを述べました。この発表に海外から多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。素晴らしい動きだ。サイバーセキュリティも考慮する必要があります。そう平坦な道ではないはずだと思います。慎重に進めてください。間違いなく一歩前進だね。フロッピーディスクがまだ生産されていたとは知らなかったよ。もちろん変える必要はありますが、これは私が日本を訪れていつも思うことの一つで、彼らは最もハイテクでローテクな社会なんです。超近代的な地下鉄に乗ってサイバーパンクの夢のようにライトアップされた東京のある地区の中心に行くと、想像もしなかったような近代的なテクノロジーであなたと仕事をしたり、あなたのために仕事をする全ての企業が互いにファックスで取引をしているのです。80年代、多くのアメリカ人は日本を超未来的な場所だと考えていました。今日でも80年代初頭の基準からすれば、日本は超未来的な場所であることに変わりはありません。デジタル担当大臣が銀行、特にみずほ銀行を何かをするたびに支店に来るように要求することから変えてくれるならいいけどね。インドでさえ銀行関連のことは全てオンラインかテレホンバンキングでできるのですから。ファックスが日本のような国で未だに多くの企業の協力のもとでファックスを送受信しているなんて信じられない。全く時代遅れで、どういうわけか人々はまだこの古いコミュニケーション方法にしがみついている。バカバカしいにも程があるね。私の家計費では、海外調査のためプリントアウトして押印した書類を提出するためだけに日本に秘書を雇う必要があります。このプロセスも全てデジタル化すれば時間とお金の節約になりますね。フロッピーディスクはまだ世界の一部を支配していたのか、私は知りませんでした。 FD、CD、ファックスの用途は現代のデジタル化よりも証券的な理由によるものが多いのではないかと思います。さすがにファックスはなくそう。
そう、すべてを NFT に変換すべきなのです。素晴らしい。頑張ってください。前に進むことが大切です。日本のデジタル担当大臣が後進国みたいなこと言ってるの？彼は30年間の政府の無策の後始末をしているんだよ。フロッピーディスクはハッキングできない。それが基幹産業に置いておく理由ですからね。新しいデータ記憶媒体の認証プロセスを経るよりもフロッピードライブのメンテナンスの方が安上がりだからだそうで、今でも医療機器に使われています。数年前、地元のビジネス開発プログラムの一環としてフロッピーディスクをメンテナンスしている会社の一つを見学したことがあります。バビロン5の一場面を思い出します。ある日、主要な派閥の皇帝が宮殿の敷地を歩いていて、中庭の真ん中に何の理由もなく衛兵が立っているのに気づいたというのです。調べると、何百年も前の皇帝が季節に最初に咲く花を守るために警備兵にそこに立つように命じ、その後わざわざその命令を取り消すことはなかったことを知りました。これを機に日本政府は全ての政策を見直し、技術の変化に柔軟に対応できるような政策に変えるべきだろう。しかし、私がその賭けに乗る可能性はゼロではない。その後、 DVD、 2層 DVD、ブルーレイ、USB メモリと瞬く間に時代遅れになりましたが、クラウドストレージは安定しているように思います。クラウドストレージは銀行口座のようなものです。データを保管する会社を信頼し、枕元にハードディスクを置くよりも保存される可能性は高くなります。しかし、ハードコピーを所有するのとは異なるタイプの所有権です。データを保存したフォーマットが古くなるかもしれませんが、月額料金を支払うことができないためにアクセスが失われることはありません。 CD や DVD は確実に時代遅れですもんね。アメリカの核兵器の半分は未だにフロッピーディスクで運用されているのですよ。ある意味、このような時代遅れの技術を使うことはセキュリティを高めることになるのでは？数週間前にマイクロセンターに行った時、年配の男性が従業員に、フロッピーディスクはどこにありますか？と尋ねました。すると、その子は全く困った顔をして、もう作ってないと思うし、うちにはないよ、と言いましたね。あるリアクション番組で 3.5 インチのフロッピーを見せたところ、ある子供が、保存アイコンを 3D プリントしたなんてすごい、と言ったんです。世界にはまだ行政のためにファックスを使っているところがあります。最近もハッキングに強いという理由でタイプライターを買い上げる政府があるという話があったと思います。日本は80年代からずっと90年代から抜け出せないでいる国です。どこかで読んだ覚えがあるよ。未だにレガシーコンピューターで使われているし、日本は本当に頑固だ。官僚制度は未だに80年代から抜け出せません。鉄道のような先進的な技術はたくさんあるし、娯楽施設もたくさんあるが、他はそれほどでもない。
日常生活全般を向上させるために、彼らは過去から抜け出せないでいる。電子メールへの移行を頑なに拒んでいるため、未だにファックスを使うことを要求しているんだよ。私のクリニックでは毎日ファックスを使用していますよ。そう、アメリカ人にも頑固な人はいますよ。日本の電車は次世代型でも、他は全部後進国なんだ。日本に行ったことがあるからかもしれないし、日本からのストリーミングを見てるからかもしれないけど、銀行システムも官僚制度もひどく後進的だ。カードを作るのがすごく大変で、多くの場所でカードが使えないから、未だにほとんど紙とコインの現金社会だね。銀行取引はファックスと対面式で、オンラインバンキングはほとんど存在しない。あちらでは PC があまり使われていないのは分かっていますが、それはゲーム専用だと思ってるんじゃないかな。いや、万能ですよ。モバイルゲームのおかげでスマートフォンが人気を博し始めたばかりです。以前は iPhone3 が出てきた時は折りたたみ式の携帯電話が主流でしたからね。本当にそうでしょうか。10から15年前ならほとんどそう言えたかもしれません。今はほとんどどこでもキャッシュレス決済が使えますよ。地元の家族経営の店でもPayPayなどが使える。仕事を持っている人なら母国にいる時と同じようにクレジットカードやデビットカードを簡単に手に入れることができます。オンラインバンキングはかなり一般的で、私は3つの異なる銀行に口座を持っていますが、すべての銀行でオンラインバンキングを使っています。 X 世代やミレニアル世代は PC をよく使いますが、Z 世代は PC をあまり使わず、スマートフォンを好みます。私の大学の学生の多くが PC での課題提出に苦労しており、スマートフォンを使いたいと言っていますね。最近はヨーロッパの日本法人で働いていましたが、彼らはまだ90年代を生きていますね。何も自動化されていない。全てが紙。会計ソフトも販売ソフトも15年ぐらい更新されていない。そしてここはヨーロッパの子会社で、スタッフのほとんどがヨーロッパ人です。米国にある日系企業でもそうですよ。私は2017年から2019年にかけてニューヨークの三菱銀行本社でオキュパンシープランナーとして働いていたことがあるのですが、毎月のようにフロアごとの点検が必要なんです。日本人が多いフロアを回ると90年代に戻ったような気分になります。同僚からも質問されたので、彼らは最先端の技術をたくさん持っているが、ソフトウェアやコンピュータのスキルが非常に不足していると説明しました。日本のサイトに一度でもアクセスすれば、いかに時代遅れであるかがわかるでしょう。日本のビジネス部門は笑えるほど古臭い。2020年、ついに日本最後のポケベルサービスが停止された。そして私の知る限り、彼らはまだファックスを使っている。日本ではまだハンコという伝統的な手製の印鑑をサインの代わりに使うことがごく普通です。印鑑がないと有効でない書類も多い。そのためファックスがまだ残っているのです。
ファックスなら印鑑を押した書類を迅速かつ安全に送信することができますからね。もちろんデジタルハンコ、デジタル署名と従来の署名の両方を持つことを持つように近代化している企業もありますし、スキャンしたドキュメントを電子メールで送信することも可能です。 QR は伝送ウェーブの技術である。部品倉庫で6枚の通常のバーコードの必要性を置き換えるために設計されました。デジタルハンコは Adobe Acrobat のプラグインのようなもので、デジタル署名証明書技術と伝統的な手製の印鑑という要素を取り入れています。日本では伝統が大事ですが、忘れられがちです。それが日本が日本資産業を存続させようと奮闘している理由です。日本の官僚制度は90年代で止まっている。銀行システムも同様です。紙とファックス、そして直接の会議で全てを行おうとしている。他の国ではオンラインで即座にできるようなことでも1ヶ月は返事を待つ覚悟が必要です。 ATM に営業時間があるのは私にとっては滑稽です。日本軍のフロッピーディスク攻撃はその日の朝7時55分に始まった。全攻撃に要した時間はわずか1時間15分。河野太郎デジタル担当大臣がトラトラトラと暗号を送り、フロッピーディスクは完全に不意をつかれたのである。日本は技術的に最も進んだ国の一つであると同時に後進国でもありますね。アメリカは今でも各サイロにフロッピーを使用しています。おそらくこれはハッキングされないように外界から切り離されているのでしょう。日本には非常に多くの高齢者がいる中で意思決定を行っています。政治家は自分の投票基盤を知っています。以上になります。なかなかの後進国発言には若干苦笑してしまいましたが、ハッキングされないことを考えるとよく今まで維持してくれたなと思う部分もありますね。またあちらさんが儲けようとしているのであれば阻止してもらいたいところですが、この時代このタイミングで切り替えるということは確実にハッキングされない技術と環境が整ったのではないかと勘ぐってしまいます。また一つの時代が終わり、新たな住みよい日本がやってくるのかなと思います。また面白い時代に突入していくのでしょうね。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくといち早く動画を視聴することができますのでご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。